それでは本日は測量司法の問題、令和元年のナンバーワンとナンバーツーを合わせて解説をしたいと思います。こちらナンバーワンの方は測量法の問題で、ナンバーツーの方は測量作業機関の問題になります。まあ測量法と、まあ、作業機関と出てきているので、もうここでは測量計画機関というのを出して解説をしていきたいと思います。まず測量計画機関といえば、まあ、公共団体が行うものなので基本測量以外になりますね。基本測量に関しては国土地理院が行うものでした。なのでそれ以外のものといえば公共測量、あるいは基本測量及び公共測量以外の測量ということになります。この2つを行うのが公共団体になります。でその公共団体が行う計画機関、測量計画機関といわれるものが、作業機関に対して発注を行うということになってます。で大体そのような形でやるんですけども、作業機関となればこれは企業ですね、会社になっていきますけれども、実はそれだけではなくて、自ら計画を実施するということもありますので、この計画機関が作業機関になりうることもあるというのは頭に入れておきましょう。でそしてその公共測量というのは何かというと、費用の全額あるいは一部を税金で行う、それが公共測量になってきます。で作業機関が重視してほしいことは、ざっぺらで言えばこんな感じですね。安全第一、秘密厳守、体調管理、まあとにかく安全に関して命を懸けてやることはないと、ね、そういうことを考えれば答えが出てくるのも結構あります。で自ら計画を実施してそれを請け負ったことを、これは測量業と言います。それが計画機関もなりうるということになります。ありうるということです。で測量成果を使用しますが、測量成果っていうのは何でできるかというと、基本測量だったり公共測量の結果が測量成果です、ね、測量成果に関してはそれになります。で測量表には必ず測量計画機関の名称が入ってきます。その他もろもろいっぱいありますけれども、これらのことについては軽くこういうことを覚えておくのが重要じゃないかな、まあ、これぐらいで測量指標の問題解けると思いますので、しっかりとチェックしておきましょう。以上で説明を終わります。